ちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ウィンドライズ前に行きそうです。ミッキーストーン、それに続いています。さらにはシグナルルーズ、連勝中のダークキネマ、その後ろ藤山クイック、後方に控えました。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。それでは先頭からウィンドライズ先手を取りました。並んで10番ミッキーストーン、その後ろからはオイスターオール、その隣にダークキネマ、好位置をキープしています。コスモフットマン、赤の帽子ガルフドライブ、その後ろすぐ隣にジュエルセイコー、その外からラストロータス、黄色の帽子シグナルルーズ、その後ろすぐ隣にシーズマウス、内からは藤山クイック、青の帽子ブラウンミネルバ、その後ろしんがりからウォーターラース。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として連勝中のウィンドライズ、まだ粘っています。2番手のミッキーストーン、先頭を捉える勢いです。シグナルルーズ、3番手コスモフットマン、後退コスモフットマン、大丈夫か。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ウィンドライズ先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭はミッキーストーン、シグナルルーズ必死に追いすがります。一気にシーズマウス、シーズマウスかわす、シーズマウス1着、シーズマウス1着、2着にはどうやらコスモウッドマン、勝ったのはシーズマウス、コスモウッドマン2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。磯のチョイス前に行きそうです。これに続くのがスリーマーチ、その隣にメインネイティブ、並んで連勝中のグラスパサー、その外にグランドバースト、その隣にモンローパレス、マルゼンクリスタル、後ろからになりました。その外からオートリーハイネース、内からはイクノダッグ、並んで連勝中のシャインオペラ、しんがりからアンバーキッド。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。では前の方から見てみましょう。シルバーマウス先手を取りました。その外からグランドバースト、並んで3番グラスパサー、メインネイティブすぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。もう一度先頭から、先手を取ったのはシルバーマウス、さらにはグランドバースト、メインネイティブ、それに続きます。その隣にオートリーハイネース、すぐ後ろにグラスパサー、さらにはイクノダッグ、その隣にスリーマーチ、その外からアンバーキッド、青の帽子シャインオペラ、その後ろその外からベアリーロック、マルゼンクリスタル、後ろから。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでブランドバースト先頭に変わりました。シルバーマウスほとんど差がありません。オートリーハイネース、3番手大外からピンクの帽子マルゼンクリスタル、伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はブランドバースト、離れてオートリーハイネース、内からはアンバーキッド、ブランドバースト粘る、マルゼンクリスタル抜けた、やはり強い、マルゼンクリスタル、マルゼンクリスタル、マルゼンクリスタル1着、2着にはどうやらオートリーハイネース、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはマルゼンクリスタル。こちら佐賀競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。エアムカルメン前に行きそうです。ファイネルカブト、それに続いています。さらにはクリスタルダスト、連勝中のスイープファンシー、その後ろ。では前の方から見てみましょう。ファイネルカブト先手を取りました。エアムカルメンすぐ後ろ、その後ろにクリスタルダスト、並んで5番Dビジョン、スイープファンシー、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。ファイネルカブト先手を取りました。間が空いて、エアムカルメン、赤の帽子クリスタルダスト、その後ろすぐ隣にDビジョン、並んで栗色の馬体、マイアサヒ、クイーンオール、この馬もこのグループ。すぐ隣に白陵クライ、
ローブ K ポイント最高峰、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、連勝中のマイネルカブト依然として先頭。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでスイープファンシー先頭に変わりました。マイネルカブトほとんど差がありません。間を挟んで D ビジョン、3番手ローブ K ポイントいい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。スイープファンシー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はマイネルカブト、あと 200m、 スイープファンシー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ローブ K ポイント差し切った。ローブ K ポイント1着、ローブ K ポイント1着、2着にはどうやらスイープファンシー、勝ったのはローブ K ポイント。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。アドマイヤクルーズ前に行きそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはエプソムパーク、内からはダッシュダンサー、好位置をキープしています。アップウッド、ピンクの帽子、グレートロケット、その後ろヘブンリーリコール、そのうちに続いています。内からはアドマイヤクルーズ、シスターアピール、そのうちに続いています。その隣にハードアポロ、マチカネズディ、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。もう一度先頭から。先手を取ったのはダッシュダンサー、間が空いてヘブンリーリコール、好位置をキープしています。アップウッド、内からはアドマイヤクルーズ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から。ダッシュダンサー先手を取りました。これに続くのがヘブンリーリコール、その外からエプソムパーク、その後ろからはアドマイヤクルーズ、その隣にミッキーシュート、並んで連勝中のハニーパップ、ハードアポロ、この馬もこのグループ。内からはシスターアピール、その外からグレートロケット、黒の帽子ミッキーシェイディ、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はエプソムパーク、ダッシュダンサーほとんど差がありません。ヘブンリーリコール3番手、大外からオレンジの帽子、アップウッド伸びてきた。短い直線に入って後続は届くかどうか。さあ先頭に立ったのはアップウッド、アップウッド先頭、ここから引き離しにかかります。アップウッド差を広げる。2番手はマチカネジュディ、アップウッド今ゴールイン、段違いの強さです。アップウッド1着、2着はシスターアピール、これが G1 馬だ。アップウッド。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはスイートガーベラ、綺麗なスタートを切りました。スイートガーベラ、この辺りも前へ行きます。これに続いてブレイブホープ、黄色の帽子、ストロングフレーム、その後ろ。すぐ隣にエリモキラー、その外にサッカーヒッター、オレンジの帽子、インターマウス、その後ろ。その隣にミリオンテンザ、流星ブルー、そのうちに続いています。これに続いてジェリースカウト、その外からクールパサー、並んでキューバ、グリーンファイト、アフターキャリア、最高峰、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ストロングフレーム先手を取りました。その隣にスイートガーベラ、これに続いてブレイブホープ、すぐ後ろにサッカーヒッター、その隣に流星ブルー、すぐ後ろにエリモキラー、キャニオンドーター、すぐ後ろ。内からはミリオンテンザ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。ストロングフレーム先手を取りました。赤の帽子スイートガーベラ、その後ろブレイブホープ、すぐ後ろ。その後ろからは流星ブルー、その外からインターマウス、その隣にサッカーヒッター、その横にエリオンテンザ、クールパサー、この馬もこのグループ、エリモキラー、そのうちに続いています。並んで9番グリーンファイト、アフターキャリア、この位置です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ連勝中のストロングフレーム、ここで先頭が入れ替わりました。スイートガーベラ、ストロングフレーム2番手に控えました。ブレイブホープ3番手、 G12 勝、アフターキャリア差を詰めてきました。
一気に先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はスイートガーベラ、残り 100m アフターキャリア、さらに突き放します。2番手はブレイブホープ、アフターキャリア1着、アフターキャリア完勝、アフターキャリア1着、2着はグリーンファイト、これが G1 馬だ。アフターキャリア、こちら高知競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、オレンジソード前に行きそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはオレンジソード、その外にウィルビーウーマ、その隣にパフェショー。オレンジソード競りかけていきました。オレンジの帽子サイドバウンド、その後ろ、その外にコーラーマスター、マジックスター、後ろから内からはサリーラブリー、さらにはナックルリード、最後方にワイドキャニオン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでウィルビーウーマ先頭に変わりました。ウィルビーウーマさらにリードを広げました。2番手のサイドバウンド先頭を捉える勢いです。カフェショー3番手マジックスター B1 です。さあここからどうか。ウィルビーウーマ先頭、差はほとんどありません。2番手はカフェショー、あと 200m、 先頭はカフェショー、先頭はカフェショー、カフェショー先頭、マジックスター、マジックスター、もう一伸び、マジックスター、マジックスター、1着、2着にはどうやらカフェショー、勝ったのはマジックスター。こちら名古屋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オートリエッジ4スタート、綺麗なスタートを切りました。オートリエッジこの辺りも前へ行きます。続いてピュアビクトリー、ソシアルデジタル好位をキープ、その隣にウィックサン、その外にエイコンオフ、ピンクの帽子レッドサンキュー、その後ろ、その外にジャガーター、最後方にリトルグライス、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。連勝中のピュアビクトリー、レースを引っ張ります。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。前に戻りましょう。先手を取ったのはピュアビクトリー、これに続くのがオートリエッジ、少し開いてレッドサンキュー、並んで10番ジャガーター、エイコンオフ、この馬もこのグループ、すぐ後ろにグレートヨーク、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。それでは先頭から、先手を取ったのはオートリエッジ、オレンジの帽子ピュアビクトリー、その後ろ、その後ろからはレッドサンキュー、これに続いてエイコンオフ、青の帽子グレートヨーク、その後ろ、その外にリトルグライス、ウィックさん、それに続いています。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番オートリエッジ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立ったソシアルデジタル、カバーを一気に打ち切ります。2番手はウィンドセゾン、完璧です。圧倒的な強さを見せましたソシアルデジタル、1着、2着はウィンドセゾン、勝ったのはソシアルデジタル。